こんにちは、仙台リーメンバーのキイとカケルです。どうもこんにちは。はい、こんにちは。23冊、24冊の就活生におすすめ就活サービスを勝手に紹介したいと思います。勝手に座談会の動画で就活サービス使ってたのを教えてくださいっていうコメントがありまして、はい、急遽撮りました。はい、いつもの2人でお送りしていきたいと思います。はい、はい、ウィズリーチキャンパスですね。ああ、ウィズリーチキャンパスね。はい、専修大学生が使えないアプリね。どんまい、登録しようと思ったら大学ないみたいな。あ、そうなんですよ。その最初にアプリ入れて、最初の画面でなんか大学選べるんですよね。そこになんか東京大学みたいな、なんかいっぱい一橋大学とか書いてあって、その一番下まで行ってもなんか途中ないんですよ。ないから、えっと思って調べたの。それ調べたらなんか使えませんみたいな、そうってなって、ちょっと悲しかった。どんまい。本当にすごくお世話になったんですよ、ウィズリーチキャンパスさんには。OB、OG 訪問ができるっていうところが大きいのかなって思ってて、企業名入れたり大学名入れると、その OB、OG さんが出てきて、でもそこから話を聞くってボタンを押すだけでつながれるので、めちゃめちゃありがたかったんですよ。ね、あれマジでいいらしいね。マジでいいです。ちゃんと企業公認として登録してる方が多いから、なんか安心感もあるって思いますね。確かに、唯一僕が学歴フィルター感じたことですね。なんか OB、OG 訪問の他だと限定スカウトが来たりとか、それでいいな。そう、結構大きい会社とかからも座談会だったり、なんか選考免除みたいなのもいただくので、それで結構夏とかはいろんなとこ行って、あ、そうなんだ、業界見てましたね。じゃあもうあれなんだ、3年生の夏のタイミングでも登録してたってこと？うん、結構一番最初に登録したかもしれない。あ、そうなんだ。うん、ぜひ使ってみてください、使える人は。はい、僕がおすすめするのは、まあ、みんなご存知ワンキャリアなんですけど、ワンキャリアってマイナビ、リクナビ、ワンキャリアみたいなイメージあるなと思ってて、でシンプルにその企業を探せるんですよね。どんな、例えばじゃあ僕だったら IT とかで絞って多分企業を調べることができて、でその中でなんかいいなと思ったやつに適当にエントリーしていけるみたいな、感じでまず使うっていうのもできるんですけど、まあ、そこに加えてね、こういうイエスで受かりましたみたいなイエスが載ってたりとか、あと一次面接はこういう感じでしたみたいな、二次面接の質問内容はこれでした、最終面接は例えばじゃあほとんど質問来なくて、どっちかっていうと意思確認ですみたいなとか載ってたりとかして、だからもう全部イメージできるんですよね、誰にも聞かなくても。なのですごい選考対策ですごい使いやすいっていうのがあります。ね、直前に見るよね、絶対直前に絶対見ますね。で全部そこに書いてる質問は全部答えるようにしといて。わかるわかる、見るよね、さすがに。そうそうそう、わかる。あと地味にいいのは、あの合格通知までどんぐらいかかりましたかとかも書いてあって、なんか2、3日とか即日とか一瞬のこと書いてあるんですよ。だから2、3日って書いてあるのに4日ぐらい経ってたらやばいよね、やばいのかなって思ってビクビク回ったりしますねっていう使い方もできます。他にもあんのかな、魅力。記事が有料だなって思う。ああ、確かに記事はいいね。私たちが、まあ、動画で発信してる内容の文字版みたいな感じで結構詳しく情報載ってるし、確かに。まあ、でもワンキャリアから見るってよりかは就活面接対策調べた時にワンキャリアの記事が上に来やすいっていうのもあるよね。上に来るってことはそれだけ有料っていうことと思うので、ワンキャリアだから全部できるみたいなイメージですね。包括的に何でもワンキャリアとりあえず使っとくみたいな感じです。とりあえず登録しておくのいいよね。いいと思います、ね。はい、ということで次は次 NEXT。 じゃあ私から紹介させてもらいたいのが外就活さんですね。あ、はい、外就活さんもめっちゃいいんですよ、これが。外就活いいんだ。うん、まあ、ワンキャリアが数を結構網羅してるのに対して、外就活さんはレベルが高い、いわゆるトップ層が行く企業が多いなっていうイメージがあって。あ、そういうことね。そうだね、私もなんか3年生の時はその外資メーカーとかも見てたので、外資メーカー、マーケティングとか、あとは外コンとか、まあ、総合商社とか結構レベルの高いところの ES だったり体験金みたいなのが載ってて、質は高いなって思った。ああ、そうなんだ。だから実際になんか こういう感じで載ってて、はい、え、これだからあれなの、外資とかってことは結構早めのタイミングで登録した方がいいんだ。そうだね、私も3年生の4月ぐらい。ああ、早いね。登録したで、これユニディーバさんの本選考の ES なんだけど、まあ、ワンキャリアさんって基本の方法が本当だ、すごい似てますね。そう、似てる、分かりやすいよね。あ、でも一緒だね。結果通知時期、連絡手段。あ、本当だ。イエス書いてあって、でその下になんか
関連ページみたいなのが出てきて、はいはいはい、このページを閲覧した人が見ているページで、面白いコラムとかが出てきて、こういうところを目指してる人がエリリーバー受けてるのかなみたいな、とか、そう、なんかコラムも結構充実してるなって思って、あ、はい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 、そう、なんか三大メガバンクの企業研究とかね、なんか気になるね。確かになんか名前はよく聞くけど何やってるか分かんないなみたいなので、うん、結構見たり、あ、じゃあ業界分析もできるってこと？そう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 、あ、サフみたいなの持ってたり、戦略とか、あ、確かに ね、分かりやすいね、一言でまとめてくれてるの、ね、だから、はい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 、本当に業界研究、企業研究にめっちゃいいと思う。本当だ、うん、次紹介したいのがジョブピックスっていうやつがあるんですけどジョブピックスってまあそれこそその仕事をピックアップして調べることができるっていうのがあるんですけど、うん、まあ、例えばその仕事をやってるロールモデルの人、うん、そ、僕であればエンジニアに興味があるので、例えばエンジニアをやってる人みたいなの見れるんですよね。エンジニアをやってる人が仕事内容とかエンジニアになる方法とか実際に働いてみての体験談とかいろいろ見れるんですよ。これで結構具体的なイメージがつくっていうのがあります。身につくスキルとかある。そう、身につくスキルとかもあるんですよ。転職先とかも見れるんだよね、前職転職先。本当だ。だから元々の職種、どんな人がソフトエンジニアになってるのか、それで今度ソフトエンジニアの後をどうするか、うん、読むべき本とか紹介してくれてるのめっちゃ面白い。ありがたいね、マジでありがたい。面白すぎる。しかも例えばサイバーエージェントのソフトウェアエンジニアになりたいってなった場合はサイバーエージェント×ソフトウェアエンジニアと調べることができるんですよね。あ、そう、記事で帯訪問できるみたいな、なんかもはや全部聞きたいこと全部網羅してくれてて、うん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 、全部時間取んなくてもいつでも見れるっていうのがめちゃくちゃおすすめ、めっちゃ面白い。はい、これめっちゃおすすめですね、うん。じゃあ次のおすすめアプリは、うん、はい、サイト次何でしょう。次はオープンワーク。あ、オープンワークね。オープンワーク本当に大好き。はいはいはい。登録時期はビズリーチとか、うん、外資就活ほど早くないけど、なんか先行進むにつれてなんかサフ知りたいなとか、あ、他とかで比較したいなってなった時に使ってた。へ、例えばユニリーバーとか入れて、はい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 、そしたら女性の働きやすさとか、あ、いや退職理由とか書いてあるの、うん、はいはいはい、ね、なんかそういうのってさ聞きにくいじゃん。確かに確かに。でちょっと聞きにくいなと思った時にオープンワーク開いて、あ、あ、なんかどういう理由で辞める人がいるのかなとか。それめっちゃいいね。そう、なんか女性どれぐらい働きやすいのかなとか、うん、福利厚生、年収とか、うん、家賃補助とかもなんか見れるから本当にいいよ。しかも結構さ、なんか最新の情報も多くない、割と2012年のものとかもあればさ、2021年のとかもあってさ、私それがめっちゃ信憑性高いなって思って、ああ、そういうの確かにね、2013年の回だってもちょっとそうなの、古いなって思うよね。確かに確かに確かに、なんかちゃんといいところを書いてる人もいるし、うん、悪いところを結構赤裸々に書いてある。本当にリアル。確かに会社が出してる情報じゃないっていうのがいいね。そうだね、業界ごととかにもさ出してくれるじゃん。例えば電通博報堂みたいな、はい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 、感じで電通って調べればいいの。あ、まあ、調べて、うん、そしたら競合みたいな感じで博報堂とかいろいろ出てくるから、うん、なんかそこと比較してのグラフが出てくれるの。面白いね、こういう見方もできるんですね。なんかもう一ついいところがあって、はい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 、これね、スカウト機能あるんですよ、オープンワークも。このスカウトのいいところは、うん、なんかみんなが知ってるような大きい会社からも来るの。そういうことね。すごくない？はいはいはい、すごい、めっちゃね、ちょっと名前聞いたことない、ちょっと大丈夫かなって思うようなベンチャーとかからも来るじゃん。気がちだよね。だけどオープンワークさん本当にいい会社がから来がちなんだ。そう、へぇ、本当に名前知ってるような会社、ベンチャーであんま聞いたことないなっていうような会社も、うん、まあ来るは来るのね。ああ、はいはい、まあそれは来るよね。うん、でその来た時に、うん、なんかそのまま企業 の、うん、その評価のページに飛んで、うん、上位何パーセントみたいな企業とかもたまにあって、よくわからない企業から、うん、なんかスカウト来た時に、他のサイトだと結構さ、まあ、知らないからさ、そうちょっとあれかなって思っていけなかったりするけど、そうオープンワークだったらあれか、評価が高かったりしたら、そう、あ、知らないけど、そう評価されてるから結構受けてみたら面白いかもとか、そう女性活躍してるから受けてみたいかもってなるってことね。さすが、ありがとう。いやいや、じゃあ今日はね、5つかな、5つですね、勝手に紹介しちゃったんですけど、はい、本当に私たちめっちゃおすすめなので、これおすすめだね、本当におすすめです。厳選して紹介したので、はい、見てください。はい、僕もマジでおすすめです、これは。でもね、まだ就活続いてる人も、これから就活始める人も、皆さん応援してるので頑張ろう。
はい、ファスト頑張ります。頑張ろう。はい、せーの、じゃーん。